ます。礼拝を始める前にお願いがあります。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りになられるかマナーモードに設定していただきますようによろしくお願いします。それでは2012年1月1日、主の十字架クリスチャンセンター東京アンテオケ教会手術第3礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人を第三礼拝に集めてくださり、共にこの場でまたインターネットを通じて礼拝できます恵みをありがとうございます。さらに私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができるように助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福を与えてください。お願いします。旧正月聖会をはじめ各地での聖会が無事守られ開催できましたことを感謝いたします。今週の聖会、またカンボニア訪問においても神様のご栄光が表されますようにお守りください。個人出版、回線、賛美隊などさまざまな働きを守り導いていただいておりますことも感謝いたします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美をもって主を褒めたたえていきましょう。それではお立ちになる方とも立ち上がって賛美をしていきたいと思います。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、共を共に出てくる。ハレルヤハレルヤ、主に雨を求めよう。ハレルヤハレルヤ、リバイバイバイ。白石がこの胸から、鉄の杭がこの胸から、全ての指揮者が共を共に出てくる。ハレルヤハレルヤ、主が共におられる。ハレルヤハレルヤ、果て主の勇士。ハレルヤ、共におられる。ハレルヤハレルヤ、立て主の勇士。立て主しよう、立て主の勇士。アメン。ハレルヤ、感謝しましょう。私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、恐れて
私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助ける。神、我が勝利の右の手は持って支える。あなたと共に、私はあなたを強め、私はあなたを強め、あなたを助ける。神、我が勝利の右の手を持って支える。私の言葉は真実であり、またこの常しえに固く立つと主はおそらいます。状況がどのような状況であろうとも、あなた方が真実なる私の言葉に立つことができるように、私はあなた方のこの信仰を祝福し、またこれから強め、また訓練と立て上げを与えていこうと主はおそらいます。問題のこの解決というのを他の事柄に目を向け、そこに見出そうとしてはならないとおっしゃせられます。あなた方一人一人に確かに困難や問題というのは許されていきますが、その解決は私の言葉の中にあるとおっしゃせられます。あなた方は熱心にその言葉を見出し、また言葉からの信仰の歩みを全うしていきなさいとおっしゃせられます。確かに戦いというのは許されていきますが、すでに約束の言葉は圧倒的な勝利が与えられていると主が約束されていると仰せられます。それゆえ具体的に求め始め、また従い始めていきなさいと仰せられます。その信仰は豊かに祝福され、主の栄光が大きく表されていくと仰せられます。あなた方のこの祈りを私は聞き、またあなた方のこの心の願いを知り、またこのあなた方の求めに私は応えていこうと主をすらいます。それあなた方は私の前にで、また私に求め、また私から受けていきなさいと主をすらいます。この主の御心というのをこの真実に求め始めて間もない方々が確かにいらっしゃると主をすらいます。しかしなかなかわからないということで、この思いというのはこの引きそうになっていますが、私はあなたにわかる形で明確に主の御心というのを示していくとおっしゃせられます。それゆえ私の前にで感謝と賛美を捧げつつ、さらに祈りを深めていきなさいとおっしゃせられます。何をどのように進めていったらいいのか、私はあなたに言葉を与え、豊かな導きの御手を表していくとおっしゃせられます。それではさらに賛美を捧げていきたいと思います。私の願いではなく、あなたの ものとなりますように、すべてを委ねます。Jesus, Jesus、 あなたを褒めたたえます。Jesus, Jesus.
なただけを愛します。もう一度主を賛美していきましょう。アメン。ハレルヤ。愛する天の様、ありがとうございます。この賛美の時を感謝します。夢の言葉をありがとうございます。再次この礼拝を豊かに祝福し導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持っていきたいと思います。共に主の前に静まって主との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。そこまでにしていただいて、再び賛美をしていきましょう。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。おなりに なっておられない方はスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らにこれに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を、行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。
この教会ではどこの教会の方でも、それはまだ洗礼を受けられておられなくても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットを見ておられる方々で、クリスチャンの方でご自分も聖餐式に加わりたいと思われる方、ご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意して、そしてこの式に加わっていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒を、またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私人々のうちに御川と御地の恵みを表してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。声の祈りをイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。イエスはパンを取り祝福した後、これを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体になりましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の御御をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
それでは感謝の献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。させていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福を与えてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はヨハネの手紙第1、5章4節になります。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は470ページになります。第2版では431ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの手紙第1、5章4節。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。本日はこの箇所を通して特別賛美、またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。